你好。あ、ビデオです。今どこに来てますか？今は台北101のディープ。イエーイ。6年半ぶり。その時はでも覚えてないよね、もう。じゃあ今日はあとその感動を再び行きましょう。Go。お、いいね。引退本スタンプ。お、かわいい。イエーイ、いいっすね。引退本の待ち時間を楽しむ。すごいよね。やばい、見えます。だよ。あ、谢谢。谢谢。あ、这个不用。这个不用。嗯。乾杯。あ、台風ブルワリーです。爽やか、ちょっとスプルティー系で、最初の一杯にちょうどいいぐらいの。合う。これがもうここで小籠包食べたい。立ち食い小籠包売ってほしいね。日本人こっちの方が好きかも。いや、いいね。あとはお土産屋さんがこうずらサニーヒルズとかの小籠包じゃないや、マンゴーかき氷ケーキのやつとか、ん、あとあっちがフードコートとかアイスモンスターかな、いろいろ入って、そうで、上はアップルストアが入ってたりソニーストアが入ってたり、こういろいろね、待ち時間にも楽しめるようにできてるっていう。結構甘いよね。うん、確かに。お、やっぱり IPA に反応してる人がいる。チアーズしましょう。チアーズ。合うね。台湾に来た甲斐がもうあったかも。もう満喫しました。帰ろうから。今日の夜の便で帰ります。でも確かにストロベリー、 IPA とストロベリー違うね。こっちの方が IPA っぽい色してるけどね。確かに。どうぞ。あ、笑った。結構強い。なんか駄菓子とかでありそうなストロベリー。あー、なるほど、なるほどね。ハロー。お、もうすぐです。もうあれだね、結構ビールでお腹いっぱいになってない？お腹大丈夫？入る？いくよ。お、いいっすね。1秒です。いや、いいね。あ、でももうちょっと醤油足してもいいかも。日本人もうちょっと醤油好きな人たちだから。イエーイ。じゃあ乾杯しましょう。乾杯。お疲れです。おいしいね。台湾で食べた中でもトップレベルのチャーハンです。ハイグーチャオファン。美味しいですか？
よかったです。パラパラふわふわ両方ある感じ。これはビールが進むやつですよ。あとそのパイグ、あ、箸の方がいいかな。大丈夫、一緒に行ってください。あ、あ、あ、そう、ちょっとそう香辛料効いてる感じはある。前菜がチャーハンっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、小籠包です。小籠包です。でも小籠包って美味しく食べるの難しいよね。ちょっと乗っけて気をつけてね。顔とろけてる顔が。おいしいです。これもう永遠リピートできる感じの。あ、俺のせいじゃない。これのせいです。よかったよかった。久しぶり。これはね、鍋張りっていう字でグオティエって言うんだけど、鍋に張った状態で焼くから。日本でいう焼き餃子ね。これ食べる？1、2、3、6個入ってるからもう切ってそのまんま。音がいいよね。え、これ何もつけないで食べるの？ちょっとつけた方がいいかもしれない。やっぱ熱いと思うから。美味しいですか？肉汁が結構ボリュームがある感じの。あ、エビも入ってるか。いいですね。もうすぐそれに合うビールが来るので。台湾来てよかったですか？よかった。言わせてる。今度は僕が行くんで、日本で遊んでください。ありがとうございます。もうやっぱりさ、Vlog 撮ってる人ってさ、ずっと回してるんだね、カメラ。ずっと回してるね。でも使わない人も多いけど、俺は結構使う。いいですか？ありがとうございます。でもね、やっぱ3年後5年後のことを考えると残したいんだよね。ありがとう。乾杯。飲みやすいね、こっちの方が。お、よかったです。スバーティエンビール18 days。 はい、暑いから気をつけてね。こう開けたらね、幸せなね、とろっとした黒ごまが出てくるんですよ。めっちゃ暑い。ちょっとまだ無理かな。こうかぶりついたらやけどしちゃうから、今の使ってる箸でもよかったら切って。あ、でも新しいの持ってきてくれて。さすがですね、お店素晴らしい。ここ、あー、あ、おいしいでしょ。なんか思ってたより甘くないね。あっさり系のヘーズ、あの黒ごまだね。ちょん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 、もう蒸したてで。まだ熱っ、ほんと熱っ、熱っ。
うまいよ。ああいいね。ハウツマ。おいしい。よかった。天好。熱い熱い熱いね。むちゃくちゃダメ。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。僕も。ああ。そわそわごめんね。僕ら美味しいもの食べてます。イエーイ。ハロー。赤ラインです。楽しかったですね。美味しかった。結構ね、食べたね。